しみつと平野健介の割と本気です。この番組は脚本家渚しぶちとナレーター平野健介がものづくり表現について割と本気に語り合う番組です。はいどうも、はいどうも、割り本でございます。割り本でございます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。4月の第5週ですね。5週目でございます。5週目ということで、はい、スペシャルウィークでやらせていただきますね。はい、もうなんかでもあれだね、はい、いつもさ、はい、今日が乗っちゃったら20分以上喋る俺たちからしたらさ、はい、30分って別にそんな大したスペシャルじゃない。そうちょっと油断してるだけなんですよね。あ、順風男女の平野健介ですか。何久しぶりでございます。忘れちゃう。油断しちゃうな。すぐ油断しちゃう。いやだから世の中的には、はい、今日が4月30日でしょ。30日、ゴールデンウィーク真っ只中でございます。うわー、どうなってんですかね。どうなってんでしょうね。全く予想がつかないですね。このだから収録日の段階で、はいはいはい、またちょっとなんか感染者増えてんじゃないの、うんうん、みたいなのがちらちら言われてる。そうですから、もしかしたら、もう一回、もうやだ、一回とかなってる可能性もないではない。あとゴールデンウィークとはいえ、なるだけ出かけないようにみたいな。出かけないようにしてちょうだいよということで、そうですね、うん、僕ね、行きたいところがね、はい、ありまして、はい、最近、うん、宇宙兄弟見始めたんですよ。おお、だいぶ今さら。やっと今さらなんですけど、見始めたんですけど、ですね、あの宇宙兄弟ってすごい面白いんですけど。知ってる、みんな知ってる。みんな知ってると思うんですけど、僕最近知りまして、やっぱね、ちょっと JAXA に来てやる。おお、いいね、いいね。あの宇宙開発センター、うんうんうん、だからどこだ、筑波、筑波ね、筑波だ、筑波だね。なんかね、この収録日の段階ですと、うん、3月の20だからね、24くらいにもう見学とか、うん、ツアーとかは再開するっていうのを見たんで、おそらくやっててほしいんですけどね。いや、宇宙兄弟に。しかも筑波は今行きやすいからね。そう、筑波エクスプレスで、そうそうそう、東京からもうズバッと行けちゃいますからね。もうそれ昔は行きづらかったんだから、筑波なんて。あれ、なんで急にあんなズバッと通ったんですか、ね。まあでも単純にあの学園都市が本当にあの、うん、国策として、はいはいはい、はい、あそこをいろんな大学だとか研究施設を集めようとしてるから、はいはいはい、そことの行きやすさじゃない。じゃ本当にインフラ整備、そういうことだったんですね。ああ、そうか。もう僕はもう茨城に降り立ったのはもう大学受験の時ですかね。茨城大学が僕大志望だった。ああ、そうだったんだ。見事に落ちまして。茨城大学ってのは水戸？水戸かな、でも覚えてないわ。一応国立なんですけど、うん、そうそうそう、心理学科に行きたかったんですけどね、行かなかったですね、全然。まあ、筑波とはだいぶ場所違うけど、ね、そう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 、なんか筑波も大学ありましたっけね。筑波大学。あ、そうか、筑波大学。そう、そっちの方が全然頭いいですけどね、筑波大学はね。いや、行ってみたい。なんか行ったことあります、JAXA の施設とか。俺はだから、はいはい、JAXA の施設には行ってないけど、はいはい、筑波、あの、まさに俺の世代は、はいはい、中1の時に筑波博っていう科学博っていうのがあって、ほう、筑波で、それでなんなら筑波って有名になったぐらい、あー、そう、科学博覧会っていうのがあって、そこから大目見えだったんですね。そこでもうだから宇宙だの、ロボットだの、そういったものをいっぱい見て、はい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 、うわー、かっこいいな、こんな未来が来るんだ、エキスポ85だ、1985年だ、に見たのが、でだからそれ以来筑波ってなんかちょっと俺の中ではキラキラしたところ。ああ、なるほど、未来がある感じ。なるほど、なるほど。いや、もうまさしくだって今だってね、うん、ありますもんね、その宇宙センターが、ね。そう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 。なんか調布にもあるんですよね。調布っていうかあれでしょ、飛行場にあるんですって。そう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 。じゃなくて、あの三鷹に、はいはい、あの国立天文台っていうのがあって。ああ、そうそう、あれもそうですよね。はいはい、はい、そうそうそう。国立天文台もありますしね。あとそれで言うと俺もまだ行ってないんだけど、はい、今あの水道橋の東京ドームシティに、はい、あの天球っていうそのね、宇宙に特化した博物館っていうか、ちょっとしたアミューズメント施設があって、天球、うん、そこもね、俺すごい行きたいと思ってる。はあ。あともっと言うと、はいはい、俺ね、宇宙好きなの。宇宙好きですよね。だからはいはい、アイドル好きのおじさんじゃない。いろんなものに。俺ね、実を言ったらもういよいよだなと思ってるのは、はい、これもう言ったことあるかもしれないけど、はいはいはい、俺もう生涯に一度は、はい、
ロケットの打ち上げを生で見たいと思ってて、おいいっすね。実は今年、はい、最近割とニュースになったと思うんだけど、はい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 、ロケットの基準、はい、基準っていうかね、なんつったら、なんつって説明したらいいんだろうな。はい、標準的なロケットが実はバージョンアップする年なの今年。で H3 型っていうロケットが、はいはいはい、今年から打ち上げられるんだけど、それの最初の打ち上げが今年のどこかにある、はいはい、どこかにあることは決まってる。なんかボーイングの707みたいな基本の型みたいな、そう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 、ずっと H2 型っていうのでずっと来てるんで、今まで日本のそのロケットっていうのは H2 ロケット、そう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 、はい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 、それで例えば人工衛星打ち上げる時も何かやるときは絶対それだったのがバージョンアップして、今年から H3 型になるのね。そうなの、ね、それの打ち上げを見ようと思ったら、つまり鹿児島の種子島に行かなきゃいけない、うん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 、種子島の宇宙センター、はい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 、はい、でただね、これ一体、うん、その例えば打ち上げ日が決まったところで、うん、例えば申し込んで、うん、宿だとか飛行機だとかって取れるもんなのかなと思って、ああ種子島調べたら、おうおうおう、もっとレベルが高くて、金額がめちゃめちゃ高い、金額がめちゃめちゃ高いんだけど、いくらくらいですか。まあ、それもまあコースとかにはよるのかもしれないけど、つまり打ち上げが決まり次第行けるっていうプランがあるの、はい、その、あーなるほど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 、多分一番安くて7、80万とかじゃないかな、7、80万出しておけば打ち上げが決まり次第全部用意しますっていうプランがあるの。7、80万、やば。いやでもぐらい多分競争率も高くて、みんな見たいんだ。そう、7、80万でいけるんだったらいいや、そんぐらい出すよっていう、その宇宙オタクとか、オークオタクがきっと多いんだと思うんだよね。でも俺もちょっと揺らいでるぐらい、今年はね、今年そのチャンスだから、でうまいこと GoTo 使えたら一番いいなと思うんだよね。なるほどね、なるほどなるほどなるほどね。いやでもちょっとそんぐらい出しても一回は見たいなと思って、ああ、ね、そうだ、一回は見たいものって俺いくつかあって、はいはいはい、例えば砂漠とかもそのうちの一つなんで、ああはいはいはい、一周してもう360度一周して全部砂、うんうんうん、地平線、うんうん、っていうど真ん中に行ってみたいっていうのは1個ある、はい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 、それは多分本当にお金と時間さえかければいけるじゃない、うんうんうん、ただロケットの打ち上げばっかしはさ、確かに絶対ね、下手したら1年間種子島に住んでたって見れない1年だってあるわけよ、うん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 、っていうぐらいそのめったに打ち上がんないから、なるほどね、これはぜひね行きたいなっていうのはあるんだよね。種子島か、あれうちの親父も結構ね天文だったんですけど、種子島に日食見に行ったんだっけな、日食とそれこそ JAXA の施設を見に行ったけど、うんうん、激曇っててさっぱり見えなくて、もううちの母と姉と妹に激怒られたって待てど暮らせど見えないって。平野くんだけ行かなかったの。青木さんの時ねちょうど行けなかったんですよね。そうそうそう、種子島は、種子島はだってその宇宙っていう観点でもそうだし、はいはいはい、なんて言ったって鉄砲伝来の島だから、ね、そうだよ、歴史好き、ね、歴史好きからしても見たいし、はいはいはい、あとほらあれ平野君も見たって言ってた、アニメ、アニメ、新海監督の、新海監督のアニメの舞台でもあるよね種子島って。昔の深海作品です。そうそうそう、昔の深海作品で、はいはいはい、秒速じゃなくて、秒速かな、あれ秒速ってどんな話だっけ。それってあれだよね、幼なじみが、そう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 、それだと思う。それの、男の子の方が遠くに行っちゃう、行った先があれ種子島なんだ。うわそうだわ、うん、そうだそうだそうだ、途中さロケットが運搬されるシーンとかあるんだよ。はい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 、そうそう、なるほど、ね、またあの島でさ、その男の子のことを好きになっちゃう女の子が可愛いんだよな。うわ俺全然覚えてない、マジか。俺あれすごいいいシーンだなと思って、なんだ、なるほどね、あれが種子島だったということですね。そうなんです、まるで俺、うん、
これちょっとあの先週から引き続きまたちょっと SKE の話全然いいですよ。 SKE スペシャル余裕があるから、はいはいはい、歌に、はいはいはい、奇跡の流星群っていう歌があるんですこれエゴユーナちゃんっていう、ねはいはいはい、もう本当に今一番って言っていいぐらいもう、はいはい、一番手のもう可愛い、うんうん、あの女の子がいるんだけど、うんうんうん、その子センターの奇跡の流星群っていう歌があって、うんうんうん、これも、まあ、若干、まあ、流星群っていうぐらいだからちょっと宇宙を感じさせるような歌詞なのね、はい、なんだけどその内容って、はい、もしかしたら、はいはいはい、秋元康、うん、その新海監督 の、 あの秒速よ見たんじゃないかなって思うシチュエーションなの。なんかそのアニメも確かその男の子のことちょっと好きな女の子がなんかその喋るきっかけ作ろうと思ってちょっと待ち伏せしてたりするんだよね。なんか駐輪場なんかさあの世界だとゲンチャリだったけどなんかゲンチャリでわざわざこうもたもたしててその男の子がやってきてあじゃあ一緒に帰るみたいになって帰るみたいなそういう甘酸っぱい感じみたいな歌詞なの。その歌詞の方では自転車なんだけど思い出した思い出したゲンチャリやってた、うん、ああはい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 、その歌詞の中でも、はい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 、あのもたもたしてあえてそのねチャリンコで一緒に帰ろうって言って、うんうん、この後何かあるのかなって思いながら、うんうん、でも何も起こらないみたいな歌なんで、うんうん、まさにでもねそれがアニメのあの世界になんか俺勝手にリンクしててでタイトルも流星群でちょっと宇宙で、はいはいはい、種子島も宇宙で、はいはいはい、なんか勝手に俺もうあのアニメを歌詞にしたのが奇跡の流星群だなって思って楽しいっすね楽しいいやずっとこういう会話してたいんだ仕事だねいやぜひね本当にこれ名曲だから、ね、奇跡の流星群、はい、ちょっともう一回見なきゃな。でも思い出したそうだろう。でもあれですよね、別に種子島であろうか描写はあったけれど、うん、種子島別に JAXA は出てこない、出てこない出てこない、種子島だっていう説明も別になかった。そうですよね、そうですよね、あれ種子島だったんだ、うん、島の描写ね、うん、なるほどね。そうなんだよ。そっか、ナギさんの、そうだ、僕ナギさんをどんな人ですかって言われた時に、うん、歴史と宇宙が好きな人って基本的に説明したら多分しようと思う感じなんで、そうそうそう。いや、まあ、そのナギさん宇宙が好きなのをすっかり忘れてたんですよ。そう、ちょっとね宇宙最近興味を持っているんですけど、ね、でもそれで言ったら俺もう一個行きたい場所があって、はいはいはい、俺も実は結構前から行きたい場所だったんだけど、大きく一つ勘違いしてたことがあって、で諦めてたので、それは何かっていうと、はいはいはい、岐阜の、あの、それこそ、うん、あの飛騨、あっちの方、うん、あの、まあ、山の方、ね、山飛騨高山の、そうそうそう、あっちの方に、はい、実はあのね、スーパー神岡でっていう施設があるんです。これ聞いたことある？スーパー、なんで聞いたことあるんだろう。なんか、なんだろう、神岡でっていうのが、はいはいはい、まあ、神岡っていうのが地名なんだけど、はい、それをまあもじった名前ではあるんだけど、はい、何かっていうと、あの宇宙物質のニュートリノっていうのを、はい、発見するための施設で、実際発見したことで有名になった場所なのね。スーパー神岡館で、うん、はーっていうのがありまして、うん、施設の名前ですか？施設の名前だと俺は思ってた。で、あ、そんなすごいかっこいいところを見てみたいと思ったんだけど、神岡館では実は本当にもう重要な研究施設だし、はいはいはい、一般の人は見れませんっていうのはもうどこに何を見ても書いてあるから諦めてた。ただ、うん、一番近くまで行くコースがあります、うん、それは何かっていうと、その山自体がもともと鉱山で、うん、昔その何か掘ってたその坑道があると、はい、まあ、トンネルがあると、でそのトンネルの中に入ると一番近くまでは行けるみたいなのがあってで、まあ、確かにそれでも嬉しいけど、うん、でも坑道はまあトンネルで、うん、それはそれでいいね、研究施設じゃないしな、まあでも近くまで行けんだったらそれもいいかななんて思ってた。実はこれが間違いで、神岡でってそもそもなんでそんなところにできたかというと、岐阜のね、うん、そんな人気のないところにね、これは実は、はい、まず、はい、その仕組み、そのニュートリノを発見するためには、うん、はい、完全にもう不純物ゼロの真水をある程度たくさん入れたタンクを
作らなきゃいけなくって、はい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 、そこにもう無数の光の線を、うん、こうレーザーを合わせておいて、うんうんうん、そこに当たったらその新物質が、はい、ニュートリノが当たったらはあの反応するっていうシステムなわけ、うん、それを作るためには、はいはいはい、巨大な穴と、うんうん、それからそのま、真水をその濁らせないその綺麗な環境がないといけなくて、うん、それが実は坑道の中だったらできたっていうこと、つまりこれはもともと坑道にできてるものだったんだよ、そのはー、だから坑道で一番近くまで行けるっていうけど、実はその坑道はもうその施設に行くための道なの。なるほど。でもっと言うと神岡んでって俺施設の名前だと思ってたんだけど、その装置の名前が神岡んでなの。だから神岡んでの中見れるわけないの、普通に考えて装置に入っちゃうわけだから純粋をさ汚すわけなんだ。なるほどなるほど。そういう意味で見れるわけなくて、一番近くまで行けるのは坑道っていうのは、それはもうほぼ施設に入ってるみたいなもんだ。なるほど。鉱山が施設なのよ。っていうことを知ったら、その鉱山めちゃめちゃ行きたくなって、すごい、うん、じゃあ今度で収録みたいです。いやそれもでも、はい、よく調べたらそれもやっぱ抽選で、そうか、うん、ある時期しか行けないみたいなのがあるから、で今多分ねコロナの問題もあって多分募集はしてないと思うけど、はいはいはい、それもね行きたいところの一つなのよね。渚先生、はい、ニュートリノと、はい、ダークマターって、はい、ダークマターって言われるものの中にニュートリノがあるでしたっけ。そういうことです。ああよかった。ダークマターっていうのは暗黒物質のことで、はい、つまり、はいはい、なんだかわからないもののことは全部ダークマターの正体なんじゃないかっつって最初にあの仮説が立って見つかったのがニュートリノで、うんうん、一番最近はなんだっけな、反ニュートリノっていうのも見つかったりとかして、はい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 、それは北極だかにかなんかにあるそういう同じような施設で見つかったりしてんだけど、何でしたっけ、なんかこれこの物質ありますよっていうためには何回か見つけなきゃいけないんですよね。そう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 、はい、これも難しくて、うん、見つけるっていうのも、うん、観測というかあの、うん、理論なんでね結局ね、うんうんうん、こういうものがないと、はいはいはい、宇宙がこんな状態なわけないじゃんっていう、あ仮説な今な、星と星が別にぶつからずにこう、はい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 、等間隔で空いてて、はいはいはい、でも回っててとかっていうことをいろいろ考えた時に、うんうんうん、こっち側にこれを引っ張る、うん、この星を引っ張る何かがないとおかしいよねっていうことがその理屈としてあった時に、うん、ただそこに何があるかなんて分かんない、分かんないけど、でそれをダーク、ま、物質の場合ダークマーター、はい、エネルギーの場合ダークエネルギーって言って、それが宇宙の 95% を占めてる。おー、今人類、地球人が理解できてる物質って全宇宙の 5% しかない、うん、何にも分かってない。マジで？そうなの。じゃあダークマターないねないねじゃなくても本当にもうそれで満たされてるけど観測できてないだけ。そうそうそう、見つけてないってだけなの。わぁ、有名がありますね。すごいな。だから神岡んでの時だって、はいはいはい、その水槽を作って、はいはいはい、こうね、宇宙から、はいはい、まあ、要は空からこう落ちてくるんじゃないかと思ってずっと研究してたのに、うんうんうん、見つかったのは実は、はい、地球の裏側から来た、この地面側から来たやつだったりしてるの。つまり地面側から来た、つまりどういうこと？つまり、はい、無数にその、はい、ちっちゃい物質は、はいはいはい、あっちゃこっちゃに飛んでて、それは地球を突き抜けるぐらいちっちゃい物質なんだ。何にもぶつからずにスーって。なるほどなるほどなるほど。だから底、水槽の底側から来たら。はあ。じゃあもうそこってもうニュートリノしか観測できないんですか？いや、そこはニュートリノ。それもね、はい、まあでも一応それはニュートリノと名付けられたものを見つけるためなのかな。はいはいはい、ただね、もっといっぱいのそういうような、うんうん、あの素粒子っていう、うんうんうん、素粒子をいろいろあって、うんうん、多分本当だったらいくつかは見つけようとしてたんじゃないかな。その反ニュートリノっていうのもまた難しくて、ニュートリノっていうのを見つけた以上絶対反ニュートリノがあるはずだっていう、これも仮説なんかね、うん、反物質とかよく聞きますけどね。どういうこと？絶対対になってるものがあるはずだっていう、ないとおかしいっていうのが今の宇宙物理学のその素粒子学っていう
やつの基本だから、うん、なるほどね。いやそっか。これもね、俺はそのナギプロで宇宙パビリオンっていうのをやった時に、はいはいはい、すっげー、そうそう、アナス君出てくれた、はい、すっげー調べて、はいはいはい、でもあれからもう6年とか7年とか経ってるけど、うん、またさらに変わってるからね、最新情報が。なるほどね、そうなんだ。いや楽しい、宇宙の話は楽しい。なるほどね。この間、うん、ちょっとこれはちょっと宇宙から近いんだか遠いんだか分かんないですけど、うん、福島に帰った時に、うん、あの飯野町にある、うんうん、なんか知ってますかね、 UFO 館っていう全国的に有名なオカルトスポットそれはちょっと管轄外だ全然食いつき悪いでもあの結構しっかりした施設なんですけど、うんうん、あのなんでしょうね、もう市とか県とか割とお金をちゃんと費やしてて、そう、まあ、何っていうと昔のオカルト好きの作家とか研究者とかが集まって、うん、実はここのなんとか山っていうのがすごく宇宙から見た時に、うん、なんか UFO が観測しやすい条件が整ってて奇跡的に、うん、でしかもこの辺でめちゃくちゃ UFO が目撃されるっていうので、うん、あの半分冗談半分本気みたいな感じで立ち上げたのが UFO 館で、はいはい、なんとそのね、その研究メンバーの中に星新一とかいる、うん、おお、そうなんだ。そうそう、だからそういう本当にあの指揮者の方々がちゃんと考えてもう建てたっつうか、まあ、おもなんつうんすかね、クラブなんつうんすかね、すごいね、うん、そういうのが施設であって、でそこにこう行くとあのムーが前科あったりとか、はい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 、そうそうそう、もうほんとね緩い感じのあのいつのハイテクなんだよっていういうその宇宙のなんか一生懸命作ったんだなっていうこうなんか人形とか、あさ、それで言ったらじゃないんだけど、全然話は変わるんだけど、はいはい、これも話したことあるか分かんないけど、はいはい、大学の時の、はいはい、一般教養で物理学が一応あって、はいはい、俺なんか一応取ってたんだけど、はいはいはい、その時の先生がいて、はいはい、その人実は宇宙好きの間ではとっても有名な先生だったらしくて、その当時俺そこまでそんなに興味なかったから全然知らなかったんだけど、はいはいはい、その人ってね、今わかんないよ、今はどうかわかんないけど、はいはい、NASA が認めた、もしも宇宙人と、うん、喋るっていう、更新することがあったとしたならば、はいはいはい、最初に話す人って認められてる人だと思う。それなんでかっていうと、うん、有名だと思うけど F 分の1揺らぎって分かる？聞いたことある、なんだっけそれって、はいはい、つまりあの黄金律みたいなもんで、はいはいはい、全生物がなんか気持ちよく感じるあるリズムがあるのね。あで、それを研究している先生なんだ、物理学として。あ、なるほど、うん、で、うん、それだったら宇宙人にも何か訴えかけられるだろうということからだからあの宇宙、ね、昔ボイジャーっていう、はいはいはい、その探査機があって、ボイジャーって確かモーツァルトのなんかクラシックをかけながら宇宙をね回ってるんだけど、その選曲とかした人なの。それがだからクラシックが F 分の1揺らぎを放ってる曲だっていうことで、だからそれを聞いた、もしその地球外生命体がなんだいい曲だなって思ったら何らかの更新があるできてるかもしれない。そこはなんかいいですね、なんか芸術に託してるんですね。そうそうそう、なんかよくありますよね、その異星人とかコンタクトするときに、うん、なんか私たちは敵じゃないですみたいなのをなんか伝える、なんかこういう生物でみたいな、あのガリレオの解剖図みたいなのとかになんか書いたこう一枚絵みたいなのなんかありますよね。 ああいうのを積んでるってことなんですかね。多分そういうこともあるんだよね。それのだから音バージョンがあの F 分の1揺らぎだったり、そうなの、うん、もうボイジャーはモーツァルトかけていたんですね。もう確かモーツァルトだったと思うんだけど、そうなんだ。いやちょっと親父に聞いてみよう、うん、いやだからそういうのとか聞くとねちょっと面白いよね。なんかなんかその宇宙兄弟見て、うん、あのエウロパっていう、うんうん、木星の、そう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 、さすがよ、はいはい、もうそういうのちらっと聞いたらもうすぐ
木星のなんとかなんとかな、ガニメレのなんとかな、第三惑星でどの子のってブワーってうちの親父が、あ、そうなんだ、そういや、そう、木星とか詳しいとちょっとやっぱ天体オタクなイメージだ、ね、ああ、そうなんすか、俺、やっぱそこまで詳しくないもん、別に、ああ、そうなんすね、あの、あれは見たっけ、アポロ13は見たっけ、映画アポロ13は、トム・ハンクスのやつ、いや、見てないかもしんない、これはね、はい、その今言って散々話してきた最新の宇宙物理 とかとは関係ないんだけど、はいはいはい、ぜひ見てほしい、もうあの宇宙好きになる、なんか、あーアポロ13か、あのね、まだ宇宙が憧れだった時代で、はいはいはい、しかも結局人類の英知な、今のハヤブサとかもそうなんだけど、はい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 、宇宙を目指す人たちってね、はい、もうちょっともうねスポコンなんだよね、あすっごいもうむちゃくちゃなことにトライしてる人たちなのよっていうのがすごく分かって、あ熱い、俺は大好きな映画なんで、だからあれなんだっけ、ファーストマン、うんうんうん、って見ました、は見てない、多分ファーストマンも多分あれですよね、それはねアポロ アポロあの最初じゃない、11号とかじゃない、あそうかそうか、うん、そうか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 、ん、そうだ違うんだ、アポロでもアポロ13が13は月に行けてない、え、そこが面白いんだよ、あれそこが面白いんだよ、ぜひ見てほしい、僕の中では帰りにもうビデオを借りてください絶対ありそうだな、トム・ハンクスだったんで、アポロさ、あ、じゃあ見てなかったのによ、僕そのファーストマンもね、良かったんですよ、その空軍のパイロットが、そのめちゃくちゃそのいろんな、そう、アームストロングズさんが、はい、どん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 過酷なその訓練に行って、うん、仲間がバカバカ死んで事故でもうえげつなくてしょうがないっていう、いやそうだよ、まあ、でも今も同じことしてるってことですよね、そんぐらいの、うん、まあ、今は逆にロケットとかの方が性能が良くなってるから、うん、その体力面で言ったらそこまで屈強じゃなくてもいけるのかもしれないけど、はいはい、まあ、だから女性もいけるようになったりとか、そうですね、そうですね、あともう本当に数年で観光ができるようになるでしょ、うん、いやー楽しみだな、うん、宇宙な、それと同時に今ね火星にね移住計画とかも結構マジで募ってるからね、すごいっすね、火星なんだって、行って行くだけで半年かかるんですもんね、火星とかね、半年どころじゃないんだよ、もっとかかるの、いやー楽しみだな、すごいよ、まあ、月開発のことは本当結構真剣に考えてるっぽいしね、なんか昔フェイクグッズで、うん、これがどこまでフェイクかわかんないですけど、月の土地を買うみたいな、あったあった、 ありましたよね、うん、あれってだからどうなるんだろうと思って、なんかうちの親父持ってるんですよ多分、あ、はいはいはい、いくつ か、うん、だから僕にもなんか冗談の誕生日とかでくれて、うんうん、たんですけど、あれとかってどうなんですかね、そんな権利ないんですかね、どうなんだろうね、それ、どこに言ったらいいの、どこが発行した、どういう権限のやつかわかんないけど、うん、でも多分まだ先だなっていう時に月に行くのはっていう時にやってた、ちょっと聞いてみよう、あれどうなったんだろう、いざでも開発した時にね、自分の土地だったら ね、それ何か権利が来るかもしれない、すげえ夢があるな、夢があるよ、いやいいですね、いや、あの UFO 館もね、うん、あのぜひ来て、わかりましたあのね、18分くらいで見終わるんですそんなんだ、ね、そう、8分くらいで見終わるんですよね、そうで、なんか帰りになんか出入り口のところなんかね、盾が置いてあったんですけど、うん、どうやら UFO 館が主催しているスピーチコンテストみたいなやつの盾がなんかそこに飾ってあって、はい、うん、その大会の名前が日本ホラ吹き大会あ、そういう系ね、そうそうそう、ってあって、で宇宙人 あのグレーの顔が書いてあってゆるい感じ、あとね、なぜか知らないけどお土産館のラーメンがめちゃくちゃ美味しい、うまいんだそう、新聞で取り上げられるぐらい異常に美味しい、本当そういうところの大体美味しくないのかね、そう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 、それを食べに来て、ついでにちょっと雪を買ってて、あ、なるほどね、っていう福島新スポットでしたけどね、福島ではちょっとぜひぜひぜひ、もうね、2時間ぐらい、2時間もいらないですね、もう本当に急にあの、はい、宇宙の話した後に、はいはい、急激に近場になるけど、はい、俺5月また熊本に行こうと思ってて、あらいいなー、まあ、これはね、はい、
ちゃんと、はいはい、まあ、宿は結構前から取ってたけど、うん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 、飛行機とレンタカーももう抑えましたので、もう絶対行こうと思って。素晴らしい、いいですね。もう熊本はね、あの定点観測しなきゃいけない街なので、まあまあ、お城がどんな具合か、そうですね、ね、見たいし、前割り前割り前割りがね、あ、前、それごめん、ごめん、それは鹿児島です。あ、そうか、違うのか熊本、熊本、鹿児島は違うの、違うのか、ダメだこれ、ダメだこれ、ダメだこれ、おい地球のことも全く分かってない地球のことじゃない、日本のことも全く分かってないね。はい、というわけで記者会、宇宙の話でしたね。あっという間でございました。はい、はいはい、それではまた来週、はい、さようなら。さようなら。渚しぶちと平野健介の割と本気です。毎週土曜日、小説投稿サイト小説家になろうにて渚しぶちの連載小説が投稿されます。ぜひそちらもチェックしてみてください。